はい、久保さん、こんにちは。気になる男シリーズ第166話ですね。第166話。前回165話では、久保さんが AI アートのね、お話をいろいろしてくれたのかなということでね、こんなことができちゃうよ、こんな絵ができちゃうよ、みたいなね、お話があったんで、AI アートってそういうものがあるんだっていうことでね、自分もちょっと今、今っていうか、今現在進行形で、サイトを、どういうもんがあるんだろうなと思って、見てるんで、ちょっと一緒に、見ながらお話できたらいいのかなと思って、やっぱりね、こうやって YouTube で発信できるのって、こんないいことが、こんなことできるよってお話があった時に、じゃあ、なんだろうって調べる、すぐ調べると思うんですね。自分は結構すぐ調べるんですけど、その調べる時間すらもね、YouTube に撮っちゃうみたいな、そういうことができると、やっぱり、いいよなと思ってね、自分で調べてね、いろいろまとめて人に伝えるっていうのもいいんですけども、調べてること自体もその情報発信になるんじゃないかと思ってね、今ちょっと調べてみようと思って1個ね、ニュースサイトっていうんですかね、サイトを見てちょっと一緒にお話していければいいんじゃないかなと思ってね、今ちょっともう早速録画ボタン押したんですけどね。はい、ということでちょっと見ていきましょうか。この AI による絵画とアートの将来性っていうね、ところのちょっとあったんで、これ見ていこうかなと思うんですけど、最近 AI による自動生成絵画が流行ってきたらしいですね。なるほど。最近の Twitter と会話では AI による絵画の自動生成が話題になってます。これはちょっともう2022年なんで、1年半前、あれ？違う違う、1年半前じゃないや。これ4ヶ月前か。4ヶ月前ですね。ザ・プロイ、ちょっと全然わかんないですけど、AI に絵を描いてもらった後にドット絵化するとゲーム画面みたいにいい感じになるっていうね、すごいですね、これね。こんな感じになるんですね。面白いですね。ちょっと微妙に見えてないけど、見えるか。ある特定のキーワードを入手すると、それを頼りに AI がネットの膨大な資料から独自に構成し作成する。あ、そういうこと？例えばゴッホ、アーティスト名、カラオケとやると、ゴッホがカラオケのモチーフで絵を描いたものが出てきます。そうなんですね。過去の巨匠と現代のものがコラボすることで、ある意味オーバーツ的な絵画が出来上がってしまいます。結構クオリティも高いんですよね。と結構面白いので、皆さんもやってみてください。ということで、AI の絵画が作れるサイトというね、ところがあって、この2つあるんだ。ドリームっていうと、読めない。どちらも海外サイトですが、使い方に違法の記事があるので、それを参考すれば簡単に使えます。ということで、やってみましょうかね、じゃあ。じゃあ、これドリーム行きましょうか、ドリーム。ああ、閉じちゃった。新しいちょっとウィンドウを開こうか。使い方とか読めばわかるんですよね、きっと。ドリームで絵画を自動生成してみました、みたいな。これ映ってんのかな、ちゃんと。ほう。ドリーム。ブラウザ版ドリーム。これあ、これか、これ。これで100文字以内のテキストを入力。アートスタイルを選択。アートスタイルってどれ？あ、これか。100文字以内。ここのエンタープロンプトに入れないのかな？エンタープロンプト。あ、ここね。で、クリエイトをクリック。数秒ほど作成。画像が出来上がる。あ、そんなんでいいの？じゃあ、何しましょうか。なんだろう。全然思いつかないですね。そうだな。全然思いつかないな。アイデアが乏しすぎる。そうですね。何にしよっかな。あ、水。あ、これでも、ファイア&ウォーターって書いてあるから、これいいでしょうか。ファイア&ウォーターで、なんだろう、これ。犬なんだろう、これ。ここにしましょうか。スローバック。よし、これ。クレイト。これなんかできるっていうこと？お、なるほど。作れてるんですね。で、作ってる間、ちょっと時間かかるのかな。なので、ちょっとここはじゃあ、ほっときましょうか。あ、でもなんかできてきた。お、なんだこれ。この、なんとかくんが邪魔だな。なんとかくんが邪魔だからどうしよう。なんとかくん、ちょっと覆面くんがね、邪魔ですね。覆面くんが邪魔なんで、もうちょっと、下に、あ、違う、ここ動かない。動かないんで。ちょっと消しましょうか。覆面くん、ちょっと一瞬出番を。覆面くんの出番はね、ちょっとここじゃなくて、ピシッ。あ、こっち。覆面くんはこっち行きましょうか。はい、ちょっと一回消えてもらう。あれこれじゃないの？どれだろう？あ、これか。はい、消えました。ああ、別に消えてもあんま変わんなかった。あ、火に、ファイヤーの火に何ができたんだろう、これ。うん、なんかできましたね、とりあえず。まあ、こんなやって作るってことね。ファイヤー&ウォーターに、なんかさっきの絵をはめたのかな。ちょっと何を選んだのかちょっと忘れましたけど。はい。ということで、こういうことができるということですね。なるほど。わかりました。やってみると楽しいですね。いろいろね、こういうこと。やらないとわかんない世界ですから。はい。ということができるということで、ちょっともう一個ぐらい作りましょうか。せっかくなんで。次は DNA なんだ。トマト。ネバーエンディングフラワー。あ、諦めない花に、これにしましょうか。諦めない花。どういうことだろう、諦めない花って。まあ、でも、単語から想像してなんか作るってことですよね。いろいろやってみるとわかんないですね。やっぱね、こうやって、こういうこと少しちょっとあれですね。なんか、物語、すごい、幻想的な風景ですね。これ映ってますかね。あ、映ってる。大丈夫。これちょうど顔があるけど、顔消してもあんまり変わんなかったんで、顔消しましょうか。ほら、あんま変わんない。で、これをなんか、出品したりするんですかね。なんか。だから絵が好きな人はいいですよね。こういうのって。はい。ということで、ちょっと試してみたということでね。試してますよね、すぐこういうのってね。で、一人で試してもしょうがないんで、せっかくなんで、まあこうやって撮ってるみたいな感じなんですけど、手塚治虫さんの、これを NFT、人のアートは変異するのかっていうね。AI とアートがこう合体するみたいな感じなんですね。写真とね。ちょっとあれ好きなんです。ちょっともう一個試していいです。あれが好きなんですよ。なんだろう。ドラゴンボールのスーパーサイヤ人とか、ちょっと打っていいです？出んのかな？ちょっと打ちますね。ごめんなさい。でも英語じゃないとダメなのかな？スーパーサイヤ人。サイヤ人とか出んのかな？そもそも日本語でいけんのかどうかわかんないっちゅう。あ、じゃあここに名前つけてもしょうがないや。こっちか。でも英語じゃんダメなんだよな、きっと。サイヤ人いけんのかな。もう完全にね、お試しモードに入っちゃったっていうね。全然出ませんでした。でもすごいなんかこれ、いい感じですね。はい。こんなのができちゃいましたね。やっぱいろいろこれ試していくと時間がどんどん、映ってないやっていうね。映ってんのかなこれができましたね。はい。こんなのができましたね。なるほど。こうやってね、いろいろできるっていうね。AI アートの話。AI アートの話がいろいろ書いてるんですけど、この後ね。こうやってその YouTube によってはいろいろ自分の興味のあることとかいうのを発信していくっていうのはやっぱ、これだとあれですね。この画面映してても面白くないんで、よいしょっと。これじゃなくて、せっかく作った絵の方にしましょうか。これにしましょうか。はい、これ映しておきますね、じゃあ。せっかくね、幻想的な世界とか作っておけばいいんですかね。パブリッシュっつってね。はい。そうやってこうやっていろんなことができるとやっぱ楽しいですよね。なのでこれをね、やっぱ YouTube を使っていろいろ表現する。もう何を発信していいかやっぱ分からないとかごめんなさい発信するか分かんないとかね、やっぱそういうのがあるとは思うんですけど、言ったら何でもいいんですよね。もちろんね、これがこの画面戻しますね。本当にそうあるとは思うんですけど、その中でやっぱいろいろなことを表現していく、表現できる時代になりましたよね。本当に今ね、こうやって久保さんといろいろお話しながらね、YouTube の可能性っていうところを少しいろいろこの気になる男シリーズでは話してるんですけど、やっぱやってみないとね、わかんないっていうところはありますよね、YouTube。特に自分も YouTube を見る立場だったんで、ほとんど見てないんですけどね、ただアニメをちょろっと見てるだけだったんですけど、でもこうやって発信する立場になると、いろんなことを例えば今回ね、こうやって久保さんと気になろうとかシリーズをやって、いろんなこんなことあるよっつってね、じゃあ早速じゃあ情報仕入れたんでね、早速もういろいろやってみようっつってね、やってみるじゃないですか。で、実際その YouTube をね、もうすでに、それで、例えばこの AI アートをね、すごい興味持って、で、あ、サイヤ人ってここ書いてますね、ちゃんとサイヤ人。でね、そうやってこうやってみて、それでね、あ、これすごいぞ、でもお金になる。で、お金になるってね、気づいてね、それでそれを資産にして、それどん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 ね、売っていけば、またね、それがいろんな人とのつながりになりますしね、本当に人とのつながりがやっぱり大きいんじゃないかなと思っていて、やっぱ人とね、つながることによって、そしてね、商品、自分の商品を作って、そしてね、売っていくみたいなね、形もできてくると全然変わってくるし、まあ、それによってね、人に感謝されるっていう、まあ、今回さっきね、朝ライブもやってたんですけど、まあ、天下は、お金の回り物っていうねお話もちょっと聞いてたんですけど、本当にこう人にね自分がやったこと、まあ、お金に対して感謝してね、そしてお金に好かれるっていうようなことをする、まあ、それっていうのはやっぱり YouTube を使って人のご縁があってね、その人ご縁とうまくつながって、そしてね、その方が求めてることに対してねこううまく伝えることができれば、それっていうのはねお金が生まれたりしますし、そこでね笑顔が生まれたり、そうやってね、なんかいろんな、生きた交流ですね、生きた交流。まあ自分のためでもありますしね、周りのため、まあ生きたね、使い方、お金の使い方ができると非常にいいんじゃないかなと思いますんでね、まあ YouTube、まだね、やってみたいとかね、やって、これからね、やってみたいんだって方はね、どうぞね、ご連絡していただければいいしね、そう、この前もね、本当に、お問い合わせがポーンってきて、やっぱり続けてよかったなと思いますね、自分もね。まあ、自分はその動画を出した瞬間はね、再生数ってそんなね、出ないですけど、そのね、一人に対してね、届いてるって思えば、やっぱり続ける思いがありますよね。あ、これ見てくれる人がきっといるんだなって思えば、こう続けたりもできるんでね、そういう気持ちでこうやっていけると非常に YouTube っていうのは資産として積み重なっていくんで、そのね、どこに時間をベットしていくかっていうところを考えていくと、まあ、YouTube にね、べったりこうやっていくっていうのも、空いた時間ね、ただただこう普通に YouTube をぼーっと見るんじゃなくてね、YouTube をちょっと作っていくと、で最近はね、ショートっていうところでね、出せばね、こう回ったりもするんでね、お、これ回るのかみたいなね、もうそういうところも自分いろいろね、いろんなチャンネル使ってちょっと研究してますんでね、まあ、その情報をちょっと知りたい方はご連絡していただければいいのかなと思っております。まあ、それでね、また気になる男シリーズでね、もっと興味持っていただければいいのかなと思います。はい、ということでね、こんな感じで気になる男シリーズ、今回で100何話になっちゃったのかな ?100、はい、ちょっと100何話になったかは、あ、100、ですね、166話ですね、はい、166話ですね、ちょっと AI アート試してみた、みたいなね、いう感じでね、終わってみましょうかね。まあ、どうやってね、それをね、自分で表現していけばいいわけですからね、いろいろと YouTube って使い方あると思います。ということで、こんな感じで終わっていきます。はい、ということで、ありがとうございました。166話でございます。またね、次も見ていただければ嬉しいです。それではまた、バイバイ。